株式会社長崎銀行は長崎県長崎市に本店を置く1912年11月11日創業の第二地方銀行西日本フィナンシャルホールディングスの完全婚会社である長崎県を中心に佐賀県や熊本県にも店舗を構えるかつては福岡県にも店舗を構えていたが経営効率化を理由に2006年10月27日を 最終営業日として、福岡県唯一の店舗であった博多支店を廃止し、同県から撤退した。なお、現存する第二次銀では、店舗数が日本一少ない。コーポレートスローガンは、心の銀行である。ATM では西日本シティ銀行をはじめ、福岡中央銀行、佐賀共栄銀行、熊本銀行、法和銀行、宮崎太陽銀行、 南日本銀行、沖縄開放銀行のキャッシュカードによる出金については、時効扱いとなる。また、SBK 加名6行の通帳、キャッシュカードでも、各公 ATM 相互間でのカードによる入金、通帳による入出金、通帳基調も利用できる。なお、熊本銀行の通帳については、2009年1月4日付で SBK 離脱及び、 福岡銀行のシステムへの移行に伴い、長崎銀を含む s b 経加盟6行の ATM では旧式、新式の各通帳を問わず利用できなくなった。なお、熊本長崎銀とのカード相互入金については、引き続き手数料無料となる。また、セブン銀行との間で ATM 利用に関する提携を行い、2011年9月1日から、 キャッシュカードを用いたコンビニ ATM サービスが始まった。2010年1月18日より個人名義の口座を対象に IC キャッシュカードの発行を開始し2009年12月末の時点で長崎銀行の管理する ATM をすべて IC 対応にさせた。個人名義の口座を対象に月ごとに顧客の取引内容をポイント化して それぞれのポイントに応じて、金利の優遇や手数料の割引、無料化を行う、長崎ポイントサービスの申し込みを2011年9月1日から開始し、同年10月15日からサービスが開始された。ありがとうございます。